お疲れ様です。トタゲームズです。今回もマリオカート8デラックスやっていきましょう。ここはエクサイトバイクの 150cc ですね。1位目指し頑張っていきましょう。アイテム早速取れずにジャンプ、ここはジャンプが大事なんでね、しっかりジャンプアクションを決めまくっていきたいと思います。なかなか難しい。こう人が多すぎてね、前に行こうかな、難しい。ぶつかったらね、元も来ないし、一気に落ちたら落ちたで沼にはまって、ジャンプアクションこれ楽しいね。いつもこのエクサイトバイクが候補に上がったら選んじゃいますわ。ここで一気にナイスナイス。これも防御3つ、もう勝ちちゃうん。これ青ゴールが来へんかったら勝ちですね。来へんかったらの話なんですけれども、雷とかもあかんか。赤コーラ来ても大丈夫。あれ、上から降ってきたけど、人が、人じゃないの、ね、あ、だって、あー、見えへん見えへん。ダブル取ってないか。どういうこと。あー、やべ、全部なくなっちゃった。丸腰はもうお金しか持ってない、1円しか持ってない。元か、やばいやばい。その押さんといてな。メタルトマネってそんなパワーあったっけ。絶対割りの方があるやろ、見た目的に。インついて、まだ2周目か。いけますね。で、投げようか。当たった。なんか、その、トゲコーラ、あー、やっぱ無理やんな、その、要望に応えるのは、さすがに。うえ、飛んでる最中に当たるか、普通。それはな、もう、プロいるやろ。いや、もう何に当たったかもよく分からへん。もう3周目でそんな。わあ、ごめん、ちょっと遅かったわ。なんかちょっとイライラするし。イライラする。イライラしちゃう。沼やめてえな。なんかその、右もあったやん。右にも道ありましたやん。誰ですか？右にも道あったやん。左にて。ダブル取らへんとさ、絶対アカン場面でその取らへんよな。無理やん、そんなもう。いや、もうええて。いやいや、10位て。はい、次のレース、レインボーロード頑張ってやっていきましょう。スタートダッシュ、ここでいいでしょう。さすがにねって、そのしっかりさ、その言って交わる、ちょっと恥ずかしいからさ、やめてほしいな。11位最下位からのスタートなんですけれども、まあこれもこれで、まあそういう運命なんで、楽しんでやっていきましょう。後ろから上がる方がね、追いかける方が強いって言いますしね。言って言いますもんね。でもまだまだまだ早い。まだそんな焦る必要もない。ここだ、ここでダブル交換して、まだ11位やけど、まだそんな焦る。キラー、もうそのコースに従わんでいいから、その飛んでくれへんかな。ちょっとコースからどうやって近道する、ちょっと学習してくれへんかな。そこで止まるか。まあまあまあ、ちょっと赤コーラ嫌やから前になかなか進めへんけれども、花投げてくれへんかな。メキシコの方、あかん。あ、もう取られ、そんな今押してポチポチしてたところに、その取りに行かんといてえな。いって、もういつの間にか2位や。知らん間に2位。またここ落ちる。腹筋使って、まあなんか1回のミスで一気に落ちるから嫌よね。こう使ってダブル交換して、なんかいいのちょうだいねって。これ自分にさ、メリットあるんかなって聞きたいわ。ここ飛んじゃう、飛んじゃう。いかんといて。いやー、届かないのかい。もう、その、私、悪くないやん。ただ走ってるだけやのに、その、もうその、1位早すぎやろ。どこにいいね、1位。ラスト3周目。なんか最初の方11位で、まだな、まだとか言いながらも、まだ8位。スター、このレインボーロードさ、むすいねんな、これ。スターとか逆にちょっと困んねんけど、そのもう危ないやろ。焦んねんけど、ゾクゾクすんねんけど、そんなやめてほしい。変わらないで、そんないきなり方向、うん、気まぐれやな、あったらもう。はい、飛んで、またダブルとかしっかり取って、これもこれで難しいねんな。ここにミスらないようにゆっくりゆっくり飛んで、はい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 、落ち着いて落ち着いてな、落ち着いてっていう時間もない。なんでその最後、うーわ、7位かい。
はい、続いて第3レース、ワリオ、ワリオなんちゃらですね。ワリオを使ってるんで、しっかりここで1位目指していきたいと思います。やっぱちょっと早いんやろうな。そろそろそのスタートダッシュだけの練習せんとさ、いつも下からの追い上げしかできんよな。もう追い上げてるかもわからへんけど、追い上げるって気持ちはあるぞって話なんですけれども、気持ちはあっても結果伴ってないと、人多すぎ、密やな。めっちゃ今の時期も密、ちょっと密あかんって言われるしな。ゲームでも密になってな、飛んでいかんといて。オッケー、よう我慢した。飛んで、みんな言いすぎ、ここに集まりすぎ。みんな仲良かったっけ。使って2位、はい、下からでも強い、しっかり証明していく、下からでも勝てますっていうこと。日本人の方おられますね、前に。ちょっとどう、ちょっと遠いな、どこに貼る、ちょっと遠いな。ワリオ使ってんのかな。ワリオはワリオ、ワルイージや。ワルイージってワリオの何なんやろうな、ほんま知らんねんけど。後ろ投げようか、ちょっと一騎打ちしようや、ワルイージとな、ワリオのな。どこに貼る、あ、ちょっと遠いな、ちょっと後ろ、後ろに投げよう。ここしっかり見せる。いや、もうそんなに、そんな、よしよしよし、行ってくれ。なんかすごいな、みんな追い上げが、一つのミスが命取りみたいな感覚やん。飛んでしっかりして、4位か、4位、いい位置ついてんちゃいますか。しっかり曲がって、なんかそのすごい左右、前後左右するな。8位ってなんかもうすぐ落ちるな、ほんまに。みんな早すぎひん、ダブル取れへんのかい。取りたい気持ちあんねんけどな、いつも。キノコ3つ、どうしようかな。うわ、もうそんな2発目ってかわいそうやな。1位の人も、1位には1位の悩み事があるんしやな。ダブル取ってないのかい。ここで取れへんのはもうきつい、正直ね。何でやられたん、見えへん、なんでなん。そのもう当たってこんといてえなって。だわざとやん、絶対あんたら。わざと当てに来てるやろ、そういうゲームなんやけれども。終わっちゃったし。はい、第4レース目、サンシャイン空港頑張っていきましょう。スタートダッシュしっかり、ここら辺でいいんちゃいますか、さすがにね。ナイス。いや、空港ね、今僕も旅行しに行こうと思ったんですけどね、コロナでなかなか行けなかったっていう思い出がありますけれども、旅行ってやっぱりいいもんですからね。海外とか国内限らずね、限らずっていうか、国内限らずね、海外もね、いいですしね。って言いながらもいきなり10位、スタートダッシュ始めたところで10位っていうね。やっぱ飛行機かっこいいですよね。でかいのに飛ぶって、すごい発明だと思いますね。なんていうんやろ、離陸する時の雰囲気、その感じ悪いけど、離陸する時の気分はちょっとあんま楽しくないけど、やっぱ移動飛行機かっこいいわ、思いながらいつも乗ってます。はい、そういうのは一周だけちょっと雑談させていただいたんですけれども、7位っていう、ちょっとよくわからへん、何の話してたんやってくらい、集中しろよぐらいの順位取ってます。飛んで、後ろが火投げてくる人おるな。しっかりずれて、ずれすぎ、はい、うわ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 、そのちょ、誰、炎じゃ、俺や、炎は。しっかり飛んで、カナダもいいですね。寒いやろうね、カナダも。今日本も寒い、最近寒すぎてほんまに起きれへんやろ、布団にくるまってさ、もうずっと寝てるみたいな。悪いですね、ずっとは寝てないな。はい、第3列車は第3周目、7位。はい、雑談してないでしっかりやりましょうって言いたくなる。はい、スター、いいね。はい、ナイス、はい、ナイス、はい、はい、はい、来た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 、しっかり、もう飛ばへん、ここずれるし、いいやん、いいやん、遠すぎん。あ、そんなことないか。うわー、1位で出てほしいな、これ。ちょっと3位ではいらんわ。3位は赤コーラ3ぐらいが欲しいね。いやー、追いつけるこれ。追いつけなくね。
ちょっとダブル交換しようか。なんかいいのちょうだいよ。ニンネドさん分かってるね。うーナイス。よく使って、よく使っても赤コーラがいったー。赤変かい。うーわ最後いけたと思った。うわー待った、そのキノコ使いきれんかったな。まあ今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録高評価してもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。